今日まずは昨日夜遅く宇和島市で住宅など5棟を焼く火事がありました。火元の家に住む男性が自宅に火をつけたことをほのめかしていて、警察が任意で話を聞いています。火事があったのは宇和島市河内の73歳の男性の住宅で、昨日午後10時半ごろ近所の人から隣で火事が起きていると消防に通報がありました。火は男性の木造2階建ての住宅と隣接する住宅一棟を全焼、近くの3棟にも延焼し、およそ3時間後に消し止められました。この火事によるけが人などはいません。警察によりますと、火元の家は2人暮らしで、73歳の男性が自宅に火をつけたことをほのめかしていて、任意で話を聞いているということです。現場は市内南部の住宅密集地です。